自分を大切にする方法。こんにちは、心理セラピストの中村健です。今回の動画では自分を大切にする方法をお伝えしていきたいと思います。いかがでしょうか。あなたは日々自分自身を大切にできてますでしょうか。例えば自己啓発本ですとか心理学に関する本、あるいはネットでいろんな情報を調べてみても、悩みを解消するためには、不安を解消するためには、あるいは自分に自信をねつけるためには、自分を大切にしましょうっていうことがよく言われていますよね。ただ自分を大切にしましょうって言われても、まあ、確かにそうだよねってなんとなく頭では理解できるんですけれども、でも自分を大切にするってよくよく考えたらどういうことなの、何をどうすれば自分を大切にできるの、そんな風にね、なんかもわーんとこう漠然としている方もいらっしゃるんではないでしょうか。あるいは、あ、自分を大切にってことは他の人より自分を優先することなのかとか、もうちょっと自分の我を通すことなのかとか、あるいは自分のね言いたいことを言ったりとか、やりたいことをどんどんやることが自分を大切にすることなのかなって感じる人もいると思います。もちろん、そのように自分の内面ですよね、自分の感情とか感じていること、意思とか思いを実際に行動にこうつなげていって、その思いをね実現していくっていうことも、もちろん自分を大切にするっていう一つの大きなアプローチなんですけれども、今日はですね、じゃあそもそも自分を大切にするって何をどうすることなのか、そして具体的にどんなことをやっていけば自分を大切にできるのかということをお伝えしていきたいと思います。では結論からねお伝えしたいと思います。自分を大切にするってどんなことなのかというと、どんな自分にも OK を出すことだと私は考えています。どうしても自分に自信がなかったり不安が強い方は、何かね仕事でも失敗してしまうと、あ、こんなミスしてしまう自分ってなんてダメなのかしらとか、あの人に比べてね私って本当に劣ってて情けないわみたいな、どうしても自分自身に対して否定したり非難したり、あるいは自己卑下って言いますけど、自分をこう下げてしまうっていうね、そんな風になりがちなんですよね。そんな状態だとどうでしょうかね。自分に OK 出せてないので、自分を肯定できてない、自己否定感がどんどん高まってしまいますよね。じゃあどんな自分にも OK 出すっていうのはどんな状態なのかというと、まあ、例えばミスしてしまっても、まあそれはねミスぐらいそれあるよね、そんな時もあるよ、そんなこともあるよね、うんうん、わかるよわかるよって、その状態を否定するんじゃなく、ただ素直に等身大の自分を認めて受け入れてあげると。あるいは他の人と比べてね何か劣等感を感じてしまうようなことがあっても、まあそりゃね、うん、あの人と比べたら劣等感感じちゃうよね、落ち込んじゃうよね、そりゃそうだよね、うんうん、わかるよわかるよ、でもあなたも一生懸命やってるよねとか、でもあなたもこんないいところがあるよねっていうふうに自分自身に優しく接してあげるということが、まあ、どんな自分にも OK を出すということなんですよね。あるいは自分の中で湧き出した感情ですよね、すぐに落ち込んでしまうとか、なんかイライラしてしまうとかね、ネガティブな感情ばっかりこう出てきてしまうと、その感情自体もこんなネガティブになっちゃいけないと思って、そこに蓋をして見て見ないふりをしたりとか、そこから意識をこう背けてね、まあ、ポジティブ思考なんて言い方もありますけど、何にでも感謝しなきゃとか、うん、常にありがとうって意識持たなきゃみたいな、もちろんそれもすごい重要なんですけれども、ネガティブなものがあるのにそれを見てみないふりして、無理やりプラスの方に意識を向けても、結局ここって残ってしまうので全然解消できないんですよ。で逆にプラスに感じようとか、感謝の意識で日々過ごそうって思ってるのに、なんかネガティブな感情を持ってる自分を逆になんか責めてしまったり否定してしまってね、これって本末転倒になってしまうんですよね。なので自分の中から湧き出てきた感情も、まあ、素直に認めて受け入れてあげるし、自分の言動ですよね、言ったこととかやったことに対しても素直にまずは認めてあげると。なのでもう究極を言うと、どんな状態の自分に対しても、あるいはどんな状態の周りに対して、で自分の中で出てきた感情、あるいは身体の症状とか体調とか、あらゆるものに対してもう何が起きても OK を出し続けられると、もうそもそも悩みが悩みではなくなるんですよ。でもどうしても私たちって悩んでる状態って、やっぱり理想があって、そこになかなかたどり着けない状況とか、自分に対してダメ出しをしてしまったりとか、こうしたいのにこうできないとか、こんな状態からなかなか出ていけないから、そんな自分を否定してしまうっていうね、 OK 出せてないわけですよ、認められてないわけですよ、だから悩みが生まれてしまうんですよ。でも何が起きてもどんな状態でも、まあそうだよね、そりゃこんな風になっちゃうよね、そりゃそうだよねっていう風に
素直に認められると別にそこに問題意識が生まれないので悩みもなくなるということなんですよね。もちろんどんな状態にもね OK 出そうって自分で意識したからといって明日から全てのものに OK 出せるわけじゃないです。ただどうしても今までの思考パターン行動パターンとして自分をね否定し続けてしまっているということがもう習慣化してしまってますので、だからこそもう自分に対しても周りに対してもどんな状況に対してもそこに OK 出す、で OK 出せなくてネガティブな感情が出たその感情に対してもそりゃなかなかうまくいかないと OK なんて出せないよね、自分を責めちゃうよね、そうだよね、わかるよってそこに対しても OK 出す、もう何が出てきてもとにかく OK を出すと、これがねだん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 習慣化してきて、で自分自身も周りも認められるようになって、で悩みも薄くなって笑顔が増えていくということなんですよね。ということでぜひですねあなたも日々ね自分に OK を出す、どんな自分も受け入れて認めてあげるということをね繰り返し実践していただければなと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしています。また自分だけの力だとなかなか悩みが解消できないという方のために無料のメール講座というのも開講していますので、そしてねメール講座の受講生限定で無料のね個別相談会というのも実施していますので、ぜひね説明欄を参考にしてみてください。では今回もありがとうございました。